ダハブラハは何種類ものスタイルの民族音楽を組み合わせたウクライナ出身の4人組民族音楽楽団2009年度セルゲイ・クリョーキン賞受賞もともとダハブラハはドック現代美術センターのプロジェクトとしてウラディスラフ・トロイツキー率いる劇場付属の演奏楽団として生まれた V ・ブイトロイツキーはバンドのプロデューサーを続けているダハブラハのメンバーたちは 毎年行われるゴーゴリー祭での全員女性によるキャバレー、ダハ娘という当劇場の他のプロジェクトにも参加している。グループの名前はウクライナの動詞ギブとテイクと劇場の名前だクにちなんで付けられている。全員がキエフ文化芸術大学の卒業生。ニーニャ・ハレネツカはダッカ娘プロジェクトに参加。ドカブラッカのホルダン。 ポップフェスティバル2013です。ダッハブラハは、元は、ウクライナの前衛劇場ダクの芸術監督である、ウラディスラフ・トロイツキーによる女性グループ。ダッハブラハは、2014年6月、テネシー州マンチェスターでのボナルー音楽芸術祭の国際部門に招待を受けて演奏。ローリングストーン氏は、当フェスティバルでの最高の掘り出し物と評した。ありがとうございます。